あいつ、いかにも悪そうな顔してんな。あのパイどこで手に入れたんだ。絶対万引きしてないやつ。よし、対応するか。おい貴様、何ですか。それどこに手に入れた。いや、これ自分で買ったやつですよ。嘘だろ、取っただろお前。いや悪い顔してんじゃないか。何ですかそれ。歯も出てるし、絶対嘘だろお前。絶対嘘だろ。ただの悪口じゃないですか。よし、お前を署まで連れて行く。なんでですか。本部、容疑者を一名確保しました。今から署に連れて行きます。了解しました。行くぞ。笑ってんじゃねえよ。笑ってんじゃねえよ。すいません。じゃあ行くぞ。はい、今から取り調べを行う。はい、嘘発見器だ。はい、お前が嘘をつくと後からバレるからな。はい、いや嘘だってつきませんよ。じゃあスタートするぞ。はい、はい、5分に一度はエロいことを考えている。いえ。本当か。いえ。本当か。いえ。お酒に酔った勢いで服を脱いだことがある。いいえ。お前絶対あるだろ。服を脱いだことはないです。じゃあ何を脱いだんだ。いや何を脱いだ。何を脱いだんだ。嘘だろ絶対。こんなはしたないことしません。会社の中に大嫌いな人がいる。いいえ。本当か。私は嫌いな人なんで一人もいません。嘘つくやつはそういうんだ。いいえ。愛は金で買える。いいえ。本当か。買えません。買えるぞ。買えるんですか。買えるだろ。家具とか旅行とかお金で買えるだろ。愛は買えません。はい、クソだ。はい、どっち俺も分かる。そうです。会社の中で好きな人がいる。いいえ。お前は嘘だろ。いません。本当か。はい、あ、はい。どれに入るの。どれに言えって言えばいいか分かんない。私はド M だ。いいえ。お嘘つくな。いいえ。ド M だろ。ド S です。自分はエッチだと思う。なんでこれした。いいえ。お前嘘つくな。絶対エッチだろ。いや、なんでこの質問って。何の質問やんって。質問は質問だ。エッチなことがなくても愛はあると思います。何ですか。いや、深いなと思った。はい、次。実はおっさんが大好きだ。いいえ。お前嘘つくな。嘘つくな。お前これを使わなくても分かるぞそれ。その顔は。おっさんだって好きじゃないです。プチプチが好きです。まあ後から分かるから、ね、そんな。浮気をしている。いいえ。したことは。したことありません。過去したことあります。じゃあこれはないな。ないです。じゃあ多分もう終わりだ。はい、出た。でなんかすごい死んだ結果出た。すごいバーン上がってるとこあるけど、ここなんだろうな。この中に大嫌いな人がいる。あ、いるじゃん。会社。あ、会社だよ。え、大嫌いな人いないですよ。あ、じゃあ大嫌いな人いないけど。好きじゃない人いる。それ。あー、なるほどね。それね。名前だけ言ってもらっていいですか。ね、言わないっす。じゃあ耳元。いや次行こうか。ああ、結構いい。あれ、私はド M についてるよ。おい。まあ、確かにちょっと。おい、やっぱ嘘ついてるじゃないかよ。まあ、ちょっとね、ちょっと M かもしれない。M。ちょっと M かもしれない。それは何。え、好きな人の前だったら M なんですよ。どういう感じなの。あ、だって私結構俺様の人好きだからさ。え、じゃあお前ちょっとおい。出す。あー、それもちょっとやだね。あ、でも好きな人にやるでしょ、全然。あー、まあちょっとやるか。やるのか。ちょっとってことで、10個中2個嘘ついたってことで。ああ、はいはいはい、はい、まあ、これはもう逮捕です。ええー、逮捕。マジか。ピーポーピーポー。はい、はい、じゃあちょっと手錠。うわー、マジか。はい、じゃあ行くぞ。はい、行け。嘘。行け、ほら行け。嘘、本当に。はい、お前、嘘ばっかり出られて。お前絶対おっさん大好きだろ。最近は若い人が好きです。あいつ、いかにも猫かぶってその顔してんな。あいつ絶対おっさん好きだろ。よし、俺が逮捕してやる。よし。おい、貴様。はい。本部、容疑者を一人確保しました。今から署に連れてきます。はぁ。それ。もうダメだよそれは。何が。凶器だよそれは。別に違う。もうなんでフライパン持ってんだ。別に関係ないじゃないですか。いや、もうそれ絶対誰か殴るだ。別に違いますし。じゃあ何してたんだ。何してたんだそれで。チャーハンを。外でか。道の真ん中でか。具もないのに。絶対お前それ。ボランティア。確定だよもう。ボランティアで。もう聞く前にもう署に電話だよ。行くぞ。なんで。何やってんの。全然悪いことしてない。こせえ。ああ。危ない。ああじゃねえよ。ああじゃねえよ。ああじゃねえよ。じゃあこの嘘を見抜くスマホを握れ。ちゃんと握れ。はい、握りました。行くぞ。はい、スタート。5分に一度はエロいことを考えている。いいえ。考えてる。
いいえ、考えてる顔してるぞ。考えてません。実は変態だろ。全然。本当か。よし、次の質問だ。お酒に酔った勢いで服を脱いだことがある。いいえ。絶対あるだろ。ないです。あるだろ。ないです。酔った勢いで脱ぐだろ。いいえ。あっつ、ちょっと熱くなってきちゃった。脱がないよ。服は脱いだことない。1万円札を拾ったら黙って懐に入れる。いいえ。入れるだろ絶対に。入れないよ。じゃあ本当に交番に届けるのか。か、そうだね。絶対持ち帰る。絶対財布に入れるだろ。100円だとちょっともらうかもしんない。1万円拾え拾え。はい、拾った。あ、すみません、あの子1万円落ちてたんですけど。いや、でも落とされない。いや、僕じゃない。絶対嘘だろ。そんな人に聞かないだろ。次だ、うん、経験人数は100人以上だ。もう絶対いるだろ。そんなわけがない。いるだろ。そんなわけがないじゃん。してそうな顔してるじゃないか。してないよ。本当か、うん、まあ後でわかる。本当ない。今この中に好きな人がいる。いいえ。これでもしも反応してたら俺のことが好き。わかんないじゃん。だって私もし女の子のこと好きかもしれない。今までじゃあ女性と付き合ったことある？ない。ないでしょ。ない。もう俺しかいない。なんでやねん。いいえ。私はド M だ。いいえ。絶対ド M だよね。いや、さあ。さあ、そこいいえって言うんだよ。なんでちょっと本当のこと言おうとしてんの。素直か。最近ちょっと S っぽいなと思って。最近 S っぽい。うん、意地悪をするのがね。ああ、俺によくしてるね。してるね。だからド M じゃない。自分のことが超絶好き。絶対好きだよ。嫌いかと言われたら、うん、まあ、嫌いではないかもしれない。ああ、俺も自分のこと好きだ。うん、好きだよ。自分のこと好きになれない人は人のこと好きになれないから。かっこいい風に言ってる。自分はエッチだと思う。ほら、もう言葉もない。違う、ちょっとこれに関しては本当に全然そんなことないと思ってる。そういう話大好きでしょ、絶対。そういう話好き。嫌いではない。俺は嫌いではない。自分はおっさんが大好きだ。いいえ。これ全部言えるしか答えないといけない。当たり前だろ。いや、当たり前で嘘はっきり。人の不幸が大好きだ。いいえ。本当か。全然好きじゃん。コメント欄でよっちキモいって言ってるの、それ笑ってんじゃねえのか。笑ってないよ。いっちゃんキモい、なっちゃんの方が可愛いっていうコメント見て。そうだよね、これ思ってないよ。本当だ。本当に思ってない。異性を選ぶポイントは体だ。いいえ。体だろ。体なんだろ、結局。違います。本当か。うんって言ったの今。おい、今普通に言うてたら、素で言うてたの今。やっぱりハートだよ、大事なの。じゃあ次行きましょう。正直私は変態です。なあ。そんなわけないだろ。なんで今まで変態なとこあった？いや、だから裏でこれ当たってたら面白いですね。年上の人が好きだ。いいえ。絶対好きだよ。さっきから断定系で来てますけど、はい、刑事さん。じゃあ年下と年上だったらどっち？年上。本当のこと言ってるじゃねえかよ。はい、じゃあ、あーすごいですね。あー、ちょっと待って、なみなみ、え、アナリティクスになってる。YouTube のお酒に酔った勢いで服を脱いだことがあるにチェックが入ってます。なんでよ、ないよ。あるでしょ。だって酔ったことないもん。それは嘘だよ。それは君嘘でしょ。もう酔い、イエーイ、イエーイ。やってんじゃん。何やってんの。やってんじゃん今の。もうそれだよ多分。違う違う。1万円札を拾ったら黙ってくところに入れる。これはお前絶対だから財布に入れるだろ。入れない。入れるだろ。何、経験人数を超えたら100人以上だ。おいおい、本当にないよ。経験人数100人以上だろ。俺はお前出てるんだよ。おかしい。じゃあ次行くぞ。うん。おい、嘘ついてんじゃねえか。何ですか。実はおっさんが大好きだ。嘘ついてんじゃねえかよ。ハートマークまでついてんの。いや、でも確かにおじさんは好きかもしれない。認めやがった、認めやがった。相当やばい嘘ついてるぞ。何、人の子が大好きだって聞こえてるぞ。おい、大好きじゃねえかよこれ。やばい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 よ。今この中に好きな人がいるにチェック入ってない。いないんじゃん。ってことで、あなた6個も嘘ついてるんですね、これね。ついて
結構ついたね。ついてないんだけどな。はい、ということで、なっちゃん、逮捕でーす。はい、ということで、はい。はい、ほら、ほら。はい、もう決まりだからさ。はい。なんでだ。よし、いけ。納得いきません。全然納得いきません。人の不幸笑ってんだろ、お前。笑ってない。はい、というわけで、2人を、嘘発見アプリで調べてみたんですけど、やっぱり嘘つきでしたね。いや嘘つきでしたね。君に関してはもう6個以上すごかったね。ちょっとやばい、なっちゃんすごかったね。びっくりしちゃったもん。いやちょっと本性出ちゃったね。いや本性みたいになっちゃうから。はい、というわけでですね、今回あったことは、まあ信じるか信じないかはあなた次第ということで、信じないで。まああくまでアプリなので、まあ皆さんもですね、遊びがてら、やってみてください、はい、それではこの動画面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。7つの大罪情報コーナー、イエーイ。はい、ということでね、4月25日に7つの大罪戒めの復活の、うん、ブルーレイ DVD の第1巻が発売されるということなので、はい、いろんな人にその DVD 手に取ってもらいたいじゃん。そうだね。だから目立つポップを作ろうと思います。作ったことないよ。いや私もない、私もない。映画のポスター予想して書いた時もさ、結構難しかったじゃん。そうだね、そうだね。なっちゃんはやってないかもしれないけど。ああ、そうだね、難しかった。いやでもね、俺あれからね、こんなこともあろうこと、こっそりしてるからね。何がよ、こっそりしてたのか。じゃあ早速やっていこうか。はい。うわ迷うね。こういう感じ、こういう感じです。誰も見てねー。見てた、見たよ、今。絶対見てない。絶対見てない。絶対見てない。こういう感じ、こういう感じにする。こういう感じ。誰も見てねー。下向いてたから、私見てたから。俺も見てた、それは。で、もう一回やって。こういう感じ。あー、はいはいはい。なるほどね。ありがとう、よっち。なるほど。やっぱり私にはよっちしかいないみたい。なるほど。なっちゃんはそうやって、私のご機嫌だけ取ろうとしてくる。だって。みんなは復活っていう言葉、何を浮かべる？復活ですか。はい。じゃあ自分の復活したこと。復活したこと？なんだろう、復活したことか。ちょっと、でも、ほらほらほら、見て。あ、ぽい。あ、ぽい、すごい。うわ、ほんとだ。やば。ここにだけコメント書けばいいじゃん。いいなぁ。卑怯、卑怯。いや、卑怯じゃない。かわいい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 。この時代好きだよ。このブルーリス完成。じゃあ一人ずつ見せていこうか。はい。じゃあ私はこちら。すごい書いてんな。めっちゃ書いてんじゃん。ポップの人じゃん。本当に。いやなんかね、ちょっと私は結構飛び出し系見てみた、全体的に。すごい。私はこちら。ビビッドカラーって感じ。あ、いいね。ちょっとね、文字量がすごい。ギャル、情報がギャルって感じ。ギャルのお店、ギャルのお店。うん、そうそうそう。最後よってすっごい時間かかったけど、こちらです。ドドン。うわ、こだわりました。すごい。注目してほしいのはこれ、まあメルヨダスなんだけど、よく見てください。メガネが、あれ本当だ。うん、ヨチヨダスです。ヨチヨダスか。はいはい、ということでね、今回私たちが書いたポップはアニメイトさん7店舗に飾られる予定なので、皆さんぜひぜひ見に行ってみてください。はい、それではまたねー。またねー。